植村松園は日本画家、気品あふれる美人画を得意とした。1948年に女性として初めての文化勲章を受賞。息子に日本画家の植村松光。京都に生まれ育ち、本名は植村常常子と名乗っていたこともある。1875年、京都市下京区市場通り三行町の端屋、や地切り屋の次女として生まれる。 1887年、京都府は学校に入学、北総担当の鈴木松年に指示。1888年、画号として、松園を用いる。鈴木松年の辞職により、京都府は学校を退学し、松年塾に入る。1890年、第三回内国官業博覧会に、四季美人図を、出品、一等法上受賞。1893年、 高の梅霊に指示。林家からの累勝のため、中京区高倉高役氏に転居。市村自らに漢学を学び始める。1895年、梅霊の死去に伴い、竹内製法に指示。1902年、長男、慎太郎が誕生。1903年、茶屋を廃業し、中京区車屋町を池に転居。1914年、 愛の町竹山町に合室を竣工初生混合岩に洋曲を習い始める。1934年2月、母、中子死去。1941年7月、帝国芸術院会員となる。10月、三谷俊子と中国に旅行。1944年7月1日、提出議員因。1945年、奈良県伊古間国の平城の将校の画室である。 米金層に疎開する。1948年、女性として、初の文化勲章を受九1949年8月27日、肺がんにより死去。14位に上される。去年74。法名は、受刑員尺に松園。京都市下京区市場通り三行町の覇者や、キ切屋の次女として生まれた。京の伝統文化に育まれた松園は、 明治、大正、昭和を通して、生涯、一点の肥俗なところもなく、成長な感じのする香り高い主翼のような絵。新、禅、美の極地に達した本格的な美人画を念願として、女性を描き続けた。松園は、誕生2ヶ月前に父を亡くしている。母中子は、女で一つで松園と、姉、二人の娘を育て上げた。明治の女性が画家を志すなど、 世間で認めるところではなかったが、中子は常に松園を理解し、励まし支え続けた。松園はその長所、青眉賞で母を強くして、私は母のおかげで、生活の苦労を感じずに絵を、生命ともつへともして、それと戦えたのであった。私を生んだ母は、私の芸術までも生んでくれたのであると述べている。母を亡くした後には、母子、青眉、夕暮れ、 晩秋など母を追望する格調高い作品が生まれた。気品あふれる作品群の中で得意な絵が2枚ある。花形見と炎である。1915年の花形見の題材、洋曲花形見は、慶大天皇の御子時代に蝶を受けた。テルヒの前が形見の花形見を手に戸に登り、もみじ狩りに行き合った帝の前で舞うという内容である。 20827センチメートルの大作である。松園は、能面、十寸神を、京女の顔の参考にしたという。1918年の、炎の題材、洋曲、青ゆえは、源氏物語に登場する六条宮須所の、精霊を、桃山風俗にて描いた、松園いうところの、数多くある絵のうち、たった一枚の精鋭な絵である。 誇り高い六条見やすどころは、光る源氏の精細葵の上への屈辱と嫉妬から精霊になり、葵の上を取り殺してしまう。遅れ毛を噛む、女の着物には、藤の花と雲の巣が描かれている。189、90センチメートルの大作で、大変な迫力を持って見る者に迫る絵である。炎1918年。 東京国立博物館像、ジョノマイ1936年、東京芸術大学像重要文化財1965年発行の切手市民習慣の図案に採用されている。母子1934年、東京国立近代美術館像重要文化財、母子、植村松園、切手、植村松園の遺作展の収益を基金に、若手女流日本画家を対象とする。 上村荘園賞が設けられ、5人の画家が受賞した。ありがとうございます。